メルセデスベンツブランドで展開している三代目 CL クラスである。2006年11月に先代である C215 に代わり登場した。C216 は現行の S クラスのプラットフォームをベースにしている。先代と比較し全長は7 5ト、mm、ル全幅は1 5ト、mm、ル全高は2 0ト、mm、ル増えた。 価格は1630万から3020万円。標準装備オプション装備8気筒モデルの CL550 と CL63AMG には 7G トランが搭載される。12気筒モデルである CL600 と CL65AMG には高トルク対応の5速 AT が搭載される。 フェースリフトにより、CL550 は 320kW の CL550、ブルーエフィシェンシーに置き換えられた。CL63AMG は 400kW に、CL65AMG は 463kW になった。パリモーターショー2010で、CL クラスのフェースリフトが発表された。フロントとリアのスポイラーは変更されたほか、ラジエーターグリルやヘッドライト。 ボンネットフードも変更された。S クラスと同様に、ドアミラーとテープパイプは傾斜されたものとなった。リアのコンビランプのデザインも,も新しいものとなったほか、ライセンスプレート周りの造形も変更された。モデルネームは CL クラスから S クラスクーペに変更される計画だったが、後に計画は破棄され、その理由は公開されなかった。メルセデス CL クラスが、 フルモデルチェンジ。2011年7月29日閲覧。新型、メルセデス CL クラスに特別使用車、デジーノ AMG エディション。2013年6月18日閲覧。メルセデスベンツ AMG 版の S63AMG ロングと CL63AMG が発売。2011年7月29日閲覧。 ベンツ CL クラスに AMG ニューグレード追加。2011年7月29日閲覧。ベンツ CL クラスのエンジンを刷新。2011年7月29日閲覧。メルセデスベンツ CL クラスアイドリングストップ搭載車を追加。2011年7月29日閲覧。レーダーセーフティパッケージを CL クラスに標準装備。 2012年9月20日閲覧。CL550 ブルーエフィシェンシーグランドエディションを限定発売。2012年9月20日閲覧。httpww.autobild で、アルティカルエアルクニッシュビルダーギャラリー定由 -9813 が 8944HTML ハットノヤ、メルセデス CL 大オフィシエンズエミネンズ。2010年7月2日閲覧。ありがとうございます。